藤枝市の山あいにある幼稚園の跡です。今年もサマースクールが開かれています。今回のテーマは、はい、森の中で生きる技術です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このサマースクールが開かれるのは今年で3回目です。ここはサマースクールでご飯を作ったり、ここで秘密基地でゴロゴロしたり、楽しい田舎のところ。夏休みの間に、山間部に子どもたちが集まって一緒にこう過ごして、楽しくこう開放的な空気の中で自然の中で遊ぶというプログラムですね。火がつきやすくなるフェザースティックをナイフで削っているのは、アウトドアの技術を教えている越山聡さん。子どもたちと保護者にマッチやライターを使わない火の起こし方を教えました。体験したら自信持てるじゃないですか。だからやっぱり体験とか経験ってすごい大事で。学校の裏手の吊り橋を渡って薪を集めに行きました。こう命としてこう生き残るこう本能的なところを学ぶプログラムって今すごく必要なんじゃないかなっていう。3日間続いた越山さんの教室の最終日です。あ、ゆいちゃん上手。ナイフでフェザースティックを削るところから始まりました。木が温まるとガスが出てガスが燃えるっていう仕組みがあるんですけど、その理屈を火花で火をつけながら学びました。あ、ついた。何が楽しかったと聞くと、火遊び。火遊びじゃないでしょこれ。自分たちで起こした火で昼ご飯にやりつきました。おいしい。子どもたちのわちゃわちゃしている感じを見るのもそうだし、大人も楽しんでるこの環境がもうすべて幸せです。サマースクールは大人と子どもたちに体験する場を提供しています。みんなで楽しくやって親の方も楽しいつながりを作って、まあ、実験的にいろいろやっていけたらと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。